トーテム目指していきます、うん、お、トーテムや、トーテム原田や。原田すごいな、サクサク進むな。じゃあ行きますよ。はい、すごいね。おいおいお前、日本一面白いカレー屋さんあったやんけお前。いや今全然思んないすごいペース走ってるだろ。うん、はいはい。でもあと30キロあるからな。30キロある。1個1個見ていこうや。オッケーな、はい。まだ元気ですね。2キロ予定してた2キロをね、これで走り終えるわけですけども、公会堂の方にドン。遠い。これやってないな。間違えたかこれ。トーテムは一体じゃあどこでやってるんだ。すごい建物じゃないですか。やってへんやないか。なんやね。ちょっとちゃんと調べてなかったね。タモス。ポケチャンスするんでしょ。あ。コイキングがおる。コイキングが。お前は。あ、いた。コメント。よっしゃー。漱石先生ありがとうございます。ちゃうよ。ちょっと僕場所を勘違いしてまして。てめえ。でもあの近いね。ああ。ここから2キロぐらい。これでじゃあ次到着して14キロ。14キロ。まだ3分の1。取り乱した。ああ、オッケーです。じゃあ行きましょうか。あっちに今の現在の気温が、35度です。バカが。バカだれ。地図だけ見ときゃいいんだよお前は。あ、あれちゃうか。めっちゃ楽しそうやで。楽しそうや。入らねえんででも俺らは。あ、元気になったちょっと。よかった。さあ、いや大迫力でした。いや見てないね、やっぱりこの大迫力は皆さん自分の目で、体で感じてほしいです。見てないから。ダイハツ通っても大阪公演は10月23日まで見逃すな。見てないから。神やんのここでも。やるよやるよ。あ、おった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 。コイキングや。もうええわ。距離アベノハルカスにします。7キロ。7キロか。余剰足が痛いんですよ。どう、筋肉が痛い感じだ。筋肉やね。でもハルカス着いたら21キロやもんな残り、うん、それでもしんどそうや。わかる。だからじゃあわかったと、じゃんけんで俺に勝ったら1キロですか。走るっつってるけど、お前がその負けた時にはそれなりのリスクを背負ってもらわないと。俺走る。1キロやろだってすぐや。1キロ5キロ。じゃあ5キロ。今で半分ぐらいです。すごい焼けちゃいました。焼けてんな。そして見てください、ペットボトルがすごいです。まだ溜まるやろ、半分やし。そうっすよね。いやー、ハルカス楽しみになってきた。やっぱそのコメントもやっぱなくなってくるよね。本日6本も飲んでる。全然おしっこしてないけど。3リッター。もうちょいでじゃんけんチャンスでしょ。もう無駄な体力を使うなって。あれやで、警察来たよ。また坂や。でもみんな晴れ、あれがアベノハルカスですね。何回も言うようでね、みんなに分かってほしいから、これを見てくれてるみんなに。4時間今だ、5時間ぐらいですね。5時間。だからチャリ俺漕ぎ続けてるわけよ今。ちょっとサッカーがしんどなって降りたんや。ガクってやった。そうですよ皆さん、本当にね計算したら、まあそんな何時間やから 何分で1時間で何分歩いたらいいじゃないのっていう人いると思うんですけど、うん、やったらそんなそろばんぶち壊されてます。心も折れるしな。本当に僕ら今繋いでるのはこのカメラだけです。カメラが回ってなければ僕たちは一言も喋っていません。一番長かったこの区間が、まあ次の方に頑張ってほしいなと思ってます。じゃあその受けるわけですね、チャンスタイムを。チャンスタイム受けましょう。負けた際はリュックを背負ってもらうことになりますけど。かまへん。じゃあテンションにそろそろつきますんでね、じゃんけんタイム。大勝負やな。最初はグー、じゃんけんほい。